地球の大気循環と、偏西風のモデル偏西風は、平均的に30度から65度の緯度帯にかけて、見られる西から東に向かって流れる気流のこと。中緯度上空に見られるので、中緯度偏西風とも呼ばれる。冬は低緯度側に広がり、夏は高緯度に縮小する。中緯度の大陸西岸は、年間を通して、影響を受け海洋性気候となる。この気流は雲。 航空機が上空で受ける追い風や向かい風などから存在が容易に認めることができる。偏西風は熱帯地域の加熱を中心とするハドレー循環と極地域の冷却を中心とする極循環の2つの四五面循環の間の総圧の違いと地球回転の影響により発生する。偏西風は高度ともに強くなり大流圏海面付近で風速が最大となり特に 風速の強い狭い区域、すなわち、ジェット気流と呼ばれる帯を形成する。北半球では、偏西風は冬に発達して、平均風速が毎秒80メートルにもなる。また、天候を西から東に変える原動力でもある。赤道と極の温度差が大きくなると、偏西風は南北に蛇行するようになる。この蛇行を偏西風波動という、 偏西風波動には波長が 10.000km 10. 前後の超短波と3000から 8000km 程度の超波 3000km 程度以下の短波がある。偏西風波動は中緯度における赤道と両極の間の熱輸送を担っており低気圧や高気圧の清水を支配している。偏西風の蛇行が大きくなるとブロッキング現象が発生し長期的な異常天候。を、 もたらすことがある。日本上空においては、高層天気図の200ヘクトパスカル図が、おおよその目安となる。数年に一度程度だが、稀に偏西風の蛇行が起きる。2014年から2015年にかけ偏西風の蛇行が大きかった。さらに、エルニーニョ現象が起きていたため、台風の上陸や低気圧の方向が蛇行する、現象が起きた。ありがとうございます。